厚労省などが開いた説明会では3回目の職域接種についてこれまでは認められていなかったワクチンの冷蔵保存も条件を満たせば可能になることなどが示されました。参加した全日空は6月からおよそ3万5000人に職域で接種をしていて3回目については近く判断するとしています。今日の厚生労働省の説明会内容を踏まえてですね、3回目の接種に向けた実現に向けてですね、いろいろ情報収集加速していきたいな。厚労省はこれまで自治体などで接種した人でも3回目を職場で打てるとしています。